シーンっていうのが競ってる場面とか相手にリードされてる時とかそっちの方が自分がやんなきゃっていうのがこう出てきてすごく楽しいシーンっていうかその場面が自分の得意な場面でもあるのでやっぱ最後はレフトにそういうトスが上がってくるのでそういった意味でもやっぱニーナから上がってくるのはこのタイミングだなっていうのは自分でも分かったしそこでしっかり決めきれたのが今日は一つ大きかったと思います。あかねがそこの場面であのそこの通ってたそこが決まりやすかったからであかね自身もそこでしっかり決めきれていたからそこはまあ通ってるところに上げ続けてそこで行けるところまでまず持っていこうっていう風な感じでありました。あかね自身あのタイミングでっていうのが分かってたから不安とかそういうところはなくてむしろそこで行こうっていうふうに思ってました。あんまり打数が今日はあんまなかった分その最後あんまブロッカーも自分に来てなかったしニーナも行ったんですけど通ってた通るスパイクが打てたのでそこはその周りのライトの選手だったりミドルの選手が生きてたので自分にブロック1枚だったりいなかったりしたのはそのニーナのトスワークがあったからだと思うのでそこはやっぱチームで勝った5点だと思います。使えるっていうのは本当に大きいし吉野さんがすごいバカタックを武器にしていてもう自分もああなれたら絶対チームにもっと貢献できるんだろうなって思ってやってます。吉野さんの時は2枚だから比較的上げやすいところがあってでも若手の時はちょっと前に全員3枚だから全員で攻撃を組み立てて、やっぱりどうしてもあのパスとかが乱れた時にボールになると思うのでそのパスが短くなった時でもそのバックアタックっていうところをなくさないでいけたら攻撃枚数も減らさないで済むしそこをなくしてはいけないと思うので、まあ、赤根も言ってたけど前カレまではしっかりそこの攻撃をなくさないでまあそこを使えたら相手のブロックももっと前衛に薄くなると思うからそこは作っていかなきゃいけないと思います。結構こう動いていくスパイクが得意なのでそのあえて外行ってからの中とか中からの外とかそこら辺はやっぱりそのニーナとの呼吸でこの合わせてしっかり秋リーグは、まあ、春リーグで研究されてると思うのでその分そのトスも重要だし自分も入り方も重要になってくると思うのでその2人でも詰めていけたらなと思います。高校からのコンビとかがあるけどそこだけに満足してたらダメだと思うのでまずそこはありつつまた新しいコンビパターンとかテンポにいけたらなって思います。